AWS の、えー、と飯塚です、えーと。このようなタイトルで、えー、最後のセッションですね、お話しさせていただければと思います。どうぞ30分よろしくお願いいたします。えー、私ですが、AmazonWebServiceJapan の飯塚と申します。役割としてはですね、IoT のスペシャリストソリューションアーキテクトということで、IoT 案件を持つお客様の技術支援をしております。でこのセッションの内容なんですけども、大きく2つのトピックを取り上げさせていただこうと思います。 まずはですねあのお客様の,あの登壇セッションでもありましたように AWS IoT が活用された事例もございました。こういった IoT のプラットフォームの構築にですね活用できる AWS IoT のご紹介を前半させていただいて、さらに今回はですねあのスマート製品というのがテーマとなっておりますので、後半、スマート製品化におけるえよくある課題やユースケース別のですね a ー s ベースの構成例っていうのをご紹介できたらと思っています。このような形でですね私のセッションはテクニカルなセッションをお話しする予定になっています。それでですねまず整理しておきたいんですけども、まず皆様が IoT 化、スマート製品化をするにあたって皆様のお客様に提供したい価値っていうのを考えていったときにお客様自身はですね例えばその IoT 化された機器の操作を遠隔から行いたいだとか、IoT 化されて取れたデータをお客様に表示、提供したいとか、そのデータがテレメトリーデータだったり、画像や動画であるケースもあるかなというふうに思います。その他にですね、IoT 化によってです、ね、皆様、プラットフォーマーが得られる価値というのもたくさんあるのかなというふうに認識しております。 え右側のオレンジの矢印のところにあのたくさんそれぞれの役割のところにですねあの得られるメリット書いておりますけれども例えばその企画の部門の方にとっては磁気製品の企画のための機器の利用状況の分析ができたりだとかまた実際の機器の設計開発部門みたいなところだとバグの修正や機能追加のための分析であったりとかでそれをまあ機能追加を行ったファームウェアを新たにこう配信するだとか。 マーケティング分門だったら利用状況を活用したターゲットマーケティングができる、製造分野だったら生産の見える化によって生産性が向上できる、まあ、あと下すべて読み上げませんが、まあ、このようなです、ねまあ、メリットがあるのかなというふうに私は感じております。 でこれらの価値をまあ享受するために IoT プラットフォームの構築というのが必要になってくるわけですけれども、じゃあ IoT プラットフォームを構築していくでまで、まあ、よくある要件というか、まあ、中身どんなものが必要になってくるかというと、まあ、ここの今、青枠であの書かせていただきました。大きくです、ね、左側が IoT 機器側で,で、真ん中にクラウドの中にある IoT プラットフォーム、まあ、そして一番右側にですね、 例えば、御社の役割だったり、御社のお客様だったり、パートナーがいるというような図になっております。で、そうですね、IoT 機器側には、まあ、末端の機器もあれば、まあ、ゲートウェイのようなものからクラウドにつながるものがあって、クラウド側には、まあ、機器の接続機能だったり、データを収集して保存する機能で、そういったデータを最終的に分析して可視化していくような要素、まあ、要件っていうのが求められてくるのかなというふうに思っております。 でこれをですね、さらにこう細分化して、機、ま、能、あ、レベルに落としてみると、まあ、この濃いコン、えー、で書いた部分が、まあ、こう必要になってくるのかなというふうに思っています。えー、右側の IoT 機器の中でも、ですね、例えばマイコンみたいなもの,にのを使われる IoT 機器もあれば、下のように、左下のように CPU が載るようなボードコンピューターが IoT 化されるケースもあるかと思います。 また当,当然 IoT 化するにあたっては、あのクラウドに接続するネットワークが必要で、じゃあそれを SIM を指してキャリア再生にするのか、例えば Wi-Fi でインターネットに出ていくのかなどいろんなあの選択肢があるのかなというふうに思います。でプラットフォームの中もですね IoT 化するにあたって、まあ、そのメインの機能ですね、例えばそのデータを収集したいだとか遠隔操作したい以外にも、例えば 機器監視しないといけないいいとけよねプラットフォームだけじゃなくて機器の監視もしないといけないしやっぱり IoT 化されたものっていうのはファームウェアアップデートしたくなってきますのでファームウェアアップデートの機能もこう、えー、加えていかなければならないといったところもあるかなというふうに思います。 でですので今、挙げたようなですね、ちょっと課題をオレンジの吹き出しで書いてみましたが、IoT プラットフォームでですね、実装がまあ必要となってくるようなまあユースケースといいますか、課題というのをあのこちらのオレンジの吹き出しに書き上げてみました。ちょっと右側にあるようなこう IT とか他のプラットフォームで共通している課題は一旦省いて、IoT 特有のえーまあユースケースといいますか、課題というのをこのオレンジの枠でえ書いています。 後ほどそれぞれ1つずつ取り上げていくので、ここではすべて読みませんが、こういった課題が必要上がってくるというふうに認識しております。それで、ですねこういった課題を解決するために、AWS ではですね AWSIoT というサービス群をご提供しております。これによって、こういったオレンジの枠の吹き出しに対応したようなですねサービスがあって、IoT のユースケースを実現することができるようになっています。 で今、対応のこうサービスをですねこのスライドに書いておりますが、これら全部すべてあの覚えていただかなくてもいいです。あのこういうふうに、今はですねこういうふうに、エダマス IoT サービスによって、こういった IoT のユースケースが実現できるということを覚えて書いていただければ問題ないです。 それでですね少しこうカテゴリーごとに分けて説明していきますと、ですねまずやっぱり IoT 化によって1つやりたいことっていうのは、そのデータを収集して、分析して、可視化して、な、まあ、何らかの,その価値につなげていきたいってところが1つあると思いますと。でそういったサービス、AWS にもその分析サービスってカテゴリーがあって、まあ、たくさんありますけれども、さらにその中で IoT 特化のものっていうのが、このように、えー、いくつかございますと。 これらもすべて覚えていただく必要はありませんが、こういったサービスによって、ですねこれらのオレンジの吹き出しのようなユースケースの実現が可能となってきます。じゃあ、こういったデータを収集するためには、ですね機器をクラウドに接続しなければなりませんと、じゃあそういったクラウド接続を助けてくれるサービスっていうのがこちらになっていきます。 でクラウドに接続するだけじゃなくて、ですねそういった接続した機器をまあ管理したりだとか、ファームウェアアップデートを配信したりだとか、じゃあ機器の監視・監査したりだとかっていうサービスも、えー、AWS IoT であのご用意がございます。でこれでまあクラウド側は、まあ のユースケーススケは実現でできることがが、かったんですがじゃあデバイス側クラウドにどうやってこう接続したらいいんだ、デバイス側の開発って大変なんじゃないかっていうところがまあ,あるかなと思います。まあ、そういった課題もです、ね、解決するために AWS としてはです、ね、デバイスソフトウェアのソリューションもあのいくつも持っております。今この左側に書いておりますが、例えばそのマイコン向けにはフリーアルトスみたいな OS でしたり、えー、CPU 向けにはクリングラススみたいいなサービスがございますこれらはです、ね、クラウド側で動くものというよりはデバイス側で動かすものになっていてこういった OS であったりだとかミドルウェアもしくは SDK みたいなものを皆様の通信モジュールだったりマイコンの中に入れていただくことでクラウドにより接続しやすくなるクラウドの機能を十分に活用しやすくなるまたデバイスのそういった開発を最初にできるといった効果がございます。 でこのようにですね、あの今3つのカテゴリーで取り上げましたが、すべてもう一回表示すると、このようなサービスラインナップになっておりまして、このようなです、ね、AWS IoT って頭に名前がつくものだったり、下に紫で書いてあるような、Kinesis v シスビデオストリームといったサービスのご提供があります。これらのサービスは、まさにその今回のテーマになっているような IoT 向けのサービスになってございます。で なぜこういったです、ね、AWS IoT が、えーまあ、我々お勧めしているのかだったりとか、あの本日ご登壇いただいた皆様がなぜ AWS IoT を利用されているのか、もしくは他の世界中のお客様がです、ね、なぜ AWS IoT を利用しているのか点についてご説明していきたいと思いますとで。ここにまず4つ吹き出し書いてますが、まず一番上からです、ねまあ、リアルタイムな方向通信がまあ可能となると。 先ほど冒頭に、その機器操作が1つの IoT 化によるユースケースだと言いましたが、まあ、機器操作のためにはです、ね、その、えー、下りの通信ができないといけないわけですね。で当然、通信が来たときにです、ね、デバイスが反応して何らかのアクションをしたいわけなので、まあ、リアルタイムな双方向通信ができるようなプロトコルを採用して、えー、接続するといった必要がございます。これは さらに、じゃあ、こういったクラウドに接続するもの、まあ、その通信経路、暗号なの、安全なのっていう、まあ、お話があるかなと思いますが、AWS IoT ではですね通信経路をデフォルトでですね TLS1.2 で暗号化して接続するようになってますので、ここも安心なのかなというふうに思っています。でまた、ですねこう左側に書いてあるように、こう大量の数のデバイスっていうのを接続できるのかっていう疑問もあるかと思いますが、こちらに関してはです、ねあの、数百万台規模の,あの デバイスと接続可能なスケーラビリティを持っていますし、これらのスケールっていうのは、AWS 内部で行われていますので、皆様の方でですね、サーバーのスケールアップ、スケールダウンみたいなことをやっていただく必要は全くございません。さらにこういった大量のデバイスっていうのを、じゃあどうクラウドで登録管理したらいいんだっていう問題もあるかなというふうに思いますが、デバイスをです、ね、自動的にクラウドに登録するような機能っていうのも持っていますので、まあ、簡単にこうデバイスをですね、クラウドに 登録ししてて接続して使いい始めらられれるととったところが挙げられますまたもう一つの理由としてはですね、この IoT サービスはクラウドの入り口となるようなサービスとなってます。まあ、デバイスから見た際のエンドポイントですね。で、当然その後ですね、データを収集して保存して分析したいというユースケースがありますので、この入り口となるサービスからですね、AWS が持っているさまざまな他のサービス。 ストレージ系のサービスだったり、分析系のサービスにデータを転送することで、そういったことが実現できるようになります。でこの転送がです、ね、非常に簡単にできるっていうのはこの AWS IoT の特徴になっていまして、あの簡単にです、ね、こう例えばそのコンソール上だったら数クリックで設定するだけで、この AWS IoT コアに入ってきたデータっていうのを、ここに書いてあるようなさまざまなデータに直接コードを実装することなく、簡単に転送 転送すすることが可能になっています、はいでまあ、最後にもう一つ大きな理由としてはです、ね、まあ、先ほども言いましたけれども、このような多くのからユースケースを、まあ、解決するサービスや機能っていうのがです、ね、このエラ s IoT のサービス群には備わっているので、こういったサービスを組み合わせて構築していただくことで、皆様が目指している IoT プラットフォームっていうのが構築できるのではないかなというふうにわれわれ考えております。 ということでですね、こういった IoT のサービス群と、あとはそれ以外のサービスもここにマップしましたけれども、このような、ここに書いてあるようなサービスをあの活用いただくことで、もう IoT プラットフォームトータルを構築,でき構築することができます。 ただしですね、今、ここのスライド、非常に多くのサービスが載っていて、非常にビジネスとなっていて、かつ皆様、このサービス全部覚えて使わなきゃいけないなっていう不安も覚えるかと思いますが、えー、全部使う人は全くございません。この中から、これ、あくまでですね、もう使いそうなサービス、全部網羅的にここに載せただけで、えー、この中からですね、皆様が実現したい機能だったり。 っていうのに合わせてサービスを選定いただいて、その上で設計、構築していくという形なので、ここにあるサービスすべてを使う必要はございませんし、覚えていただく必要もありませんが、こういったサービスのご用意がありますので、こういったサービスを組み合わせることで、皆様が実現したい IoT プラットフォームが実現できるのではないかと、我々考えております。 またですねここに書いてあるサービスっていうのは、AWS よくご存知の方はもうお分かりかと思いますが、ほとんどのサービスがですねサーバーレス、フルマネージのサービスがここに載っておりますので、そういったですねサーバーのスケーリングなんかとか、サーバーのメンテナンスなんかをまあ考えずに、ですね IoT プラットフォームを構築できるように現在はなっていくとお考えいただければよいのかなというふうに思います。 はい、ここまでがですね、IoT プラットフォームに活用できる AWS IoT のご紹介させていただきましたで。後半はですね、スマート製品化にっていう部分にさらにこう特化してお話をさせていただきたいと思います。でこれ、冒頭にも載っけたものの中から、かつこうスマート製品に関わる部分のみを抽出したところです。まあ、これだけでもまあたくさんあるかなと思うんですけども、えー、とこういった機能要件っていうところを、あのー 今日この後語っていいいきたいと思いますとあた、IoT 化によってどうしても引きの要件みたいなところも出てきて例えばまあそうです、ね、機器の身元証明どうするんだとかファームウェアアップデートどうするんだとか対応の危機器管理どうするんだとかといったところも上がってくると思います。こういった部分を解決する構成例というのもこの後順にお話しさせていただきたいと思っています。 はいでまずは、ですねこの顧客を中心に考えていきたいと思います。お客様は、ですねその機器操作を行いたかったりとか、自分の持っているデバイスに接続されたセンサーデータがどうなっているっていうのを知りたいのかなというふうに思います。で、そういったのを実現するために、まずはそのウェブなのか、モバイルのアプリケーションがこう必要かなと思うんですけども。 まあそういったものを a w s を使って、このように提供していくことになりますと。まあ、そこには当然、ユーザー認証が必要だったり、まあ、ウェブアプリのホスティングが必要だったりとか、あと API を作成しておくで、その裏のデータベースを用意しておくみたいなところが必要なのかなと思いますと。で、この後の話では、この画面表示の部分の構成は省いていきますが、まあ、どの構成にも大体こういう、なんていうんですかね、画面、 表示構成みたいなのがあるものだと思っていただければ良いかなというふうに思います。で、まずはそうですね、あの機器を遠隔からじゃあ操作するのにはどうしたらいいかっていう課題に対しては、これについては、a w s i o t コアがですね、活用いただけますというのが答えになります。で、具体的にどういう構成で実現するかといいますと、まず右側にお客様、まあ、ユーザーがいらっしゃいますが、な、まあ、何らかのアプリからその機器を遠隔操作するわけですと。 で、例えば API Gateway と Lambda なんかで、えー、その画面の裏の API を作成してこの Lambda から IoT カーにメッセージを送信するような構成をとってですね、MQTT プロトコルで機器側にメッセージを転送することでリアルタイムにあの機器をですね、クラウド経由電閣から操作することができるようになりますまたですね、そういった Web モバイルアプリだけじゃなくって、えーまあ 現在も主流になってきているスマートスピーカー経由の操作っていうのも簡単に実現することができます。これは途中でですね右上にあるようにスマートスピーカーのクラウドみたいなのを当然経由する必要があるんですが、そ,のそこからですね皆様の IoT プラットフォームの中にある API エンドポイントをコールして先ほどと同じような構成でですね IoT コア経由で IoT 機器にメッセージを送るということが可能になります。またですね、じゃあ今度は操作じゃなくって、お客様にデータ表示をさせたいっていう部分ですね、はどう実現するかっていうと、まあ、このような構成でお客様のアプリ向けの表示っていうのを実現することができます。左側の機器からですね、まあ、例えば MQTT、もしくは HTTP プロトコルなどを利用してインターネット経由で IoT コアのエンドポイントに対して IoT データっていうのを送りますと。これをですね、KinesisDataStream とか Lambda とかいうサービスを経由して DynamoDB というデータベースに書き込むというのが一つ典型的なサービス例になっています。で、ここに保存されたテレメトリーデータを右側のです、ね、アプリから API 経由で覗きに行くということで、お客様にあ,のある程度リアルタイムにデータ表示をさせることが可能になってきます。 でではですねまあ今、MQTT とか HTTP のプロトコルの話をしましたけども、LPWA っていうまあプロトコルの中でも、ローラワンっていうプロトコルがありまして、これで接続するためにはどうしたらいいかっていう構成なんですが、これにもですね IoT コアがあの使うことができまして、IoT コア、r ラワンっていう IoT コアの下に書いてあるサービスがですねあのご利用いただけますと。 これはあの機器側にですね、ベーシックステーションというソフトウェアが入ったあのローラーワンのゲートウェイを置いて、このゲートウェイと末端のローラーワン機器がですね、ローラーワンのプロトコルであの会話して、最終的にインターネット経由で IoT コアローラーファインにデータが送信されてきたり、もしくはお客ユーザーからあのこのような構成でえコマンド送信なんかをすることができます。 はい続いて今はですね IoT データまあセンサーデータとかテレメトリーデータみたいな話をしてきましたけどもファイルみたいなものを収集保存を表示してお客様に提供するにはどうしたらいいかっていう構成についてお話ししていきたいと思います。 まず一つは、ファイル形式のものは S3 にアップロードするというのが、エラベスの中での一つのベストプラクティスになってきます。ファイル形式のもの、例えばファイルにまとめたテレメトリーデータもあると思いますし、ファイルにまとめた機器のログもあると思いますし、画像ファイル、動画ファイルみたいなのもあると思います。こういうファイル形式のものは、S3 に対してですねあの機器からアップロードする。 そして、この S3 に保存されていれば、ですね、アプリからも簡単に覗くことができますので、こういった構成がエタベースとしてはお勧すすめになっております。じゃあ、またですね、今度はこう映像系ですね、動画をまあお客様に提供するにはどうしたらいいかっていう構成について考えていきたいと思います。まず1つの形式としては、ストリーミング系の映像ですね、これをクラウド上に保存して、かつお客様にですね、ある程度リアルタイムに 動画再生を提供したいといったケースを考えていきたいと思います。でこちらについてはですね、AmazonKinesis ビデオストリームというサービスが活用することができます。この真ん中下に書いてあるサービスですね。でまたこのサービスを、えー、機器が IoT カメラ側から利用するために左下にですね、Kinesis ビデオストリームプロデューサー SDK という我々が公式で提供している SDK がご利用可能です。 じゃあ、このサービスを使ってどういった構成で実現できるかっていうのがここに書いてあります。まず、そのストリーミング映像の収集の話からしていきたいと思うんですけども、左下にある IoT カメラの中に入ったキネシスビデオストリームのプロデューサー SDK を活用して、アプリを開発いただいて、そのアプリでですね、撮った映像っていうのをストリーミング形式でキ v シスビデオストリームに転送することができますと。 このキネシスビデオストリームは内部にストレージを持ってますので、動画を保存するっていうことができますと。じゃあ、この保存されたデータをまあユーザーどうやって見るのかっていうと、右側のお客様がですね、まずはあの上側に行きますけども、API ゲートウェイ経由でですね、再生用のリンクみたいなのを 作成要求を Video にしますそうすると再生用のリンクがこれですよっていう形でキニシスビデオストリームがです、ね、リンクを最終的にそのブラウザ側にアプリ側に返しますのでそのリンクを使ってお客様がこのキニシスビデオストリームに保存されたデータを再生するということが可能です。 映像をもうちょっと何て言うんですかね、えー、インタラクティブにリアルタイムに双方向にこう転送するようなユースケースを考えてみたいと思います。例えば、えー、家のインターフォンであったりだとかですかねっていうユースケースがあるかなと思います。まあ、インターフォンがある意味 IoT カメラみたいな形になっていて、で家の内側にその受信機があるっていうような形を考えていきたいと思います。 これにもです、ね、Amazon キネシスビデオストリームに活用できるんですが、この中でも WebRTC に対応したものがございますので、こちらがご利用可能です。でこちらを利用いただくとです、ねあの、サーバー側の処理っていうのを、このキネシスビデオストリームの WebRTC があのになってくれまして、えー、サーバー側で機で器、ね、同士の接続処理っていうのを行ってくれます。で最終的にうまくいくとですね、あの カメラと受信機同士がピア2ピアでつながって直接リアルタイムに映像転送することができるようになります。これによってですね、非常にリアルタイムな映像通信というのが可能になります。でですね、今、2種類あの映像系のお話をさせていただきました。えー、と今すごい軽い お話しかできなかったんですけども、もっとです、ね、詳しい動画系ソリューションのお話はです、ね、こちらの資料、公開されていますので、これ今見づらいですけど、下にオレンジ色のリンクをかっあの貼っていますので、後ほどダウンロードいただいた、えー、PDF の資料からです、ね、ぜひこの資料、ご覧いただければというふうに思います。 ではここからまた少し話を変えてですね今は操作系とかデータ収集、お客様に対しての話をしてきましたが、今度、御社がですねどのようにこうデータ活用をしていくのかっていうお話に切り替えていきたいと思います。まずはですねテレメトリー系のデータですね、テレメトリーデータだったりキキログみたいなところの分析と可視化どうやっていくかっていうところで、こちらもですねやはりこう クラウド側の入り口としては AWS IoT Core が活用できるかなというふうに思いますと。えー、先ほどのように MQTT とかのプロトコルで IoT Core にデータを収集して、その後段としてですね、ちょっとすべて説明しませんが、えー、IoT アナリティクスだったり、まあ、S3 とかっていうストレージサービスにデータを保存して、まあ、そこのデータをですね、えー、クイックサイトみたいな最終的なダッシュボードで覗きに行くみたいな構成が一つ考えられます。 はい、でこれがまあデータ活用なんですけども、まあ、またここからさらに話が変わって、じゃあ、こういったデータを見たいんだと、でもまあそのためにはまあ機器管理していかないといけないよねっていう IoT 特有の課題が生まれてきますと、じゃあ、この機器をどうじゃあクラウド上で管理していくのかっていう課題なんですけども、まず登録しないといけません。で登録した際に、例えば、こういう右側にあるようなデータベースを立ち上げて、テーブルを作って、じゃあこういうふうにテーブルにこうデータ、 データを当然保存して管理していくってことも一つのやり方なんですけども当然データベースの管理運用みたいなことが発生してきますとじゃあこれを解決してくれるのが ELIVESIOT、まあ、デバイスマネジメントっていうサービスがご活用可能ですとでこのサービスによって大量の危機管理っていうのが楽に実施できるようになります、まあ、少し構成のお話をすると、まあ 機器をですね、IoT コアなんかと連携しながら、ですねこのデバイスマネージメントに登録してあの管理していくことができます。まあ、管理の、そのどんな管理ができるかっていう詳細な機能はちょっと今日時間がないので述べられないですが、まあ、そういったことが可能ですと。でこういった登録された機器、まあ、大量にこう登録できましたと。じゃあ、これらって、そもそも機器の身元証明ってされているんでしょうかっていうお話もあるかなというふうに思います。 IoT コアに接続していい機器なのかどうかみたいなところですね。でこれにはですね、IoT コアはあの身元証明にデバイス証明書を用いることができます。この構成のように、ですね機器側に証明書とそれのペアになる秘密鍵を保存しておいて、それを使ってクラウド側に接続していくという形ですね。でこういった方式を取ることによって、通信経路をですねデフォルトで TLS1.2 で暗号化することができますので、安全に通信することができます。 また、じゃあ、そもそも、じゃあ、この大量の機器を登録したりだとか、証明書を発行するにはどうしたらいいかっていう課題に対してはですね、えー、まあこういった一つの構成が考えられます。この構成によってです、ね、大量の機器の登録だったり、証明書の発行の自動化をすることができます。まあ、こういった機能も IoT コアは持っておりまして、まあ、少し手順を説明すると、この機能の名前はですね、IoT コアのフリートプロビジョニングっていう機能になるんですけども、 まず、この生産段階で生産したデバイス一覧というのをクラウド上のデータベースに保存していきます。かつ聞き代わりはです、ね、機器側には生産時に個別の証明書じゃなくって、個別の証明書は当然埋め込むのが大変ですから、共有証明書というのを埋め込んでおきます。これが事前準備ですね。そして、実際にお客様の手元に届いて、お客様がこう一番下初期設定するときに、初期設定のトリガーを引きましたと。 でそうすると、1番、2番で、えー、機器アプリがです、ね、共有証明書を使って IoT コアにつなぎに行って、登録の要求をしますと。で、その裏で,です、ねえー、ラムダをキックしてデータベースを覗きに行って、登録済みの機器かどうかを確認して、あ、登録済みでしたってなったら、えー、個別証明書を IoT コアから機器側に返却して、証明書を最後、機器側に保存して、 それ以降の接続っていうのは個別証明書を利用して接続することでですね、安全に接続することができるようになります。今はすごくざっくりとした話をしましたが、もう少し詳しいお話はですね、こちらの資料に書いてございますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。またですね、機器やプラットフォームの運用と機能追加、バグ修正対応みたいなところも一つ大きなテーマかなというふうに考えています。 でまあ、まずは、大量の機器へのファームウェア配信をどう管理・制御するかという課題があるかなというふうに思います。でこちらについても、すね、a w s IoT デバイスマネジメントの機能を活用することが可能になっています。でまあ、具体的な構成を示すと、まあ、このような形になっていますと、これもです、ね、ちょっと複雑なので順を追って説明しますと、まずですね、まあ そのファームウェアを新規に開発したら、S3 のストレージに保存しておきます、ファームウェアで、その後実際にまあ更新要求をかけて、これが運用側かもしれませんし、お客様トリガーかもしれませんし、API を経由して、要求を出してですね、ファームウェア配信をまあ作成しますと。 でこれ IoT コア経由で機器側に配信を届けまして、ですねこの配信に記載のファームウェアを機器側から S3 にダウンロードしていくというような仕組みで実現可能です。はい、でまたですね機器を監査・監視するには、ですね、えー、デバイス・ディフェンダーというサービスがご利用可能です。デデバイスディフェンダー はまあ大きく2つの機能がありまして、まず IoT のシステム設定を監査するといったところができます。ちょっと時間がないので飛ばしますけども、例えば証明書の有効期限だとか、ログ設定みたいなクラウド上の設定っていうのを自動で定期的に監査することが可能になっています。また、監視の機能もございまして、え、ー IoT 機器のデータをです、ね、クラウド上に上げて、まあ、ルールによってです、ね、違反を検出して、違反を検出したら運用者に通知するみたいな構成も組むことができます。はい、でここまでクラウド側の話をメインにしてきましたけども、まあ、機器のクラウド接続の開発っていうのを最小にしていく必要もございますと。 これは冒頭にあのデバイスソフトウェアのソリューションがありますよという話がしましたが、まあ、まさにそれになっていて、まあ、こういったサービスを活用することで,です、ね、機器のクラウド接続の開発というのを最小にすることができますので、クラウド側だけじゃなくて、デバイス側にもソリューションを我々持っております。はい、ということで、最後まとめに入りますが、まあ、スマート製品における価値と機能要件、こういったものだったりとか、 あとは、機能要件ですね、こういったものをカバーするものとして、このような AWS サービスがご利用可能であるといったことをご説明してきました。で、ですねあのもう本日たくさん紹介したんで、まあ、どれから始めていいか分かんないっていうところになると思うんですけど、まあ、やはりまずはこう基本となるこの AWS IoT コアというサービス、これがクラウドの入り口になりますので、ここから始めていただくのが良いではないかなというふうに考えております。 でこの IoT コアを学ぶ上ではでは、ね、われ我々が提供しております日本語の,です、ね、このハンズオンがございますので、こちらのハンズオンをやっていただくのが、まずはファーストステップとして一番いいのではないかなと思っております。ということで、あの今回はです、ね、前半と後半に分けて、このようなお話をさせていただきました。最後、かけ橋になって申し訳ございませんでしたが、あの私からの、えー、セッション以上となります、えー。ご清聴どうもありがとうございました。